元町公園と旧函館区公会堂元町公園は北海道函館市にある公園。日本の歴史公園百選選定。函館山山麓にある元坂の突き当たりに位置し、函館港を一望することができる。1454年、河野正道が薄毛市と呼ばれていた場所に館を築く。館が箱の形に似ていることにからこの地を函館と呼ぶようになる。 1869年に江戸地が北海道と解消し、箱館も函館となった。よって、元町公園周辺が市名の由来となった場所である。また、函館八幡宮が仙座、江戸幕府が函館奉行所を設置した場所であり、旧北海道町函館市庁庁舎には開拓し、函館市庁、函館県庁、 北海道庁函館市長が置かれ、政治の中心地であった場所でもある。旧北海道庁函館市長庁舎、旧海拓市函館市長書籍庫は、北海道の有形文化財に指定されているほか、元町公園を含む函館西部地区の町並みは、重要伝統的建造物群保存地区、函館市西部地区歴史的町並み保存環境美化。 促進地区に選定されており、観光スポットになっている。2005年度から2か年計画で、旧私立函館病院跡地を利用した拡張整備を行った。公園の近隣には、旧函館区公会堂や函館市旧イギリス領事館、旧相馬邸といった歴史的建造物が建っている。ありがとうございます。